あ、でもなんか YouTube 配信中ってなってますね。配信中で、はい。あ、もうあとね、5秒、4、3、2、2、1、はい、始まりました。こんばんは。こんばんは、木下達也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミスミです。こんにちは。これはもう配信されてるんですね。もうされてますね。今見てる方いらっしゃるんですか。まだ誰も見てないです今。誰も見てない。まだ誰も見てないね。言いたい放題です。そうですね。どうですか北海道は。3日前ぐらいから涼しくなって。いいです。でも来週また暑くなるらしいです。もう東京は暑いです。暑いですか。今あなたのための短歌展っていうのをしてるんですけど、はい。こういう感じで、うん、見えますかね。見えます。あそこのベンチのところにお客さんに座っていただいて、はい。僕はここに座って、お題をお聞きして、まあ、1時間か1時間半ぐらいで一首作るっていうのを、9月1日から13日までやってます。そこで書いた短歌っていうのは、はい。会場に行ったら読めるんですか？そうですね。配信してもいいですか？ネットじゃなくて、その会場に行けば読める？まあ、会場に行っても読めますし、はい、どこだっけ？あ、こんな。あ、なるほど。感じで貼ってます。はい。増えていくんですね。そうですね。今4つしかないんですが、はい、うんうん、こうやって持って歩いてると本当に YouTuber みたいです。そうですね、激辛ペヤングとか食べてください。みすみさん YouTube とかやんないですか？ YouTuber一人ではやんない。一人ではやんないですか。一人ではやんないですね。見たいですか、私のそのリアルモーニングルーティーン的なもの。あ、見たいです。見たい。俊太郎さんも見たくないですか。俊太郎さんも見たいです。でなんか、うん、見せてくんなそうです。あ、そうっすね。でも。そういうのどんどん76社で配信していけばいい。谷川俊太郎1週間の食事みたいな。谷川さん1日1食らしいですからね。だからな、結構短めに動画も収まるかなと。そうですよね。来客ですか。この店主の方が。はい、今日差し入れでこれもらったんですよ、差し入れで。あ、いいじゃないですか。新カクテル。こちらのどこにでもあるケーキ。カステラ。どこにでもあるケーキって言ったらカステラですか。ちょっと無理やりつなげようと思いまして、こちらです。どこにでもあるケーキ。これ、娘さんのあれですよね。第8詩集。第8ですね。最新刊。最新刊。ですね。はい。とても
熊本の美味しいお店知ってるとか。いいサイズですよね。いいサイズですね。ちょうど手に収まる。この横も可愛いですよね。そうなの。この色で。赤いです。ケーキっぽさがあります。はい。熊本の美味しいお昼のお店出ますか？なんでですか？みすみさん、ちょっと村井さんからご質問があって、はい。熊本の、熊本県の美味しいランチ。美術館、熊本の美術館の。美術館？はい、今、谷川店やってる美術館ですか？谷川店をやってる近くとか、ご存知ですか？ランチ。美味しいかき氷はわかります。かき氷。それなんかコメントが入ってるんですか？いや、ブラックバードのレスパートの話してたら、今ちょうどこの手紙です。あ、ブラックバード、うん、あのこんな、みすみさんがこんな人いや、なんか大丈夫みたいです。行くんですか？いや、なんか今、村井さんのお知り合いの方が行ってるんですって、はい、ちょうど。そうなんですね。はい、熊本は美味しいものいっぱいじゃないですか。あんま九州行ったことないですけど。あ？でも、あ、熊本は一回も行ったことないです、多分。でも結構山口出身だから近いじゃないですか。まあ、近いけど、ほぼ、もう熊本はあんまり旅行が好きじゃないんですよ。あ、なんで？基本的に家にいたいから。うん、旅行先行っても帰りたい。ちょっとわかりますけどね。みすみさん結構アクティブにいろんなこれ言ってますよね。うん、でも毎日同じことしないと気が済まないんですよ。旅先でも。旅先でも。だから結構大変、ルーティーンがあるってことですね。そう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 。場所関係なくするべきことがあるってことです。筋トレとか。筋トレするんですか？筋トレとかしますね。鍛えていこうと。はあ。なんか北海道。こんな感じのしゃべりでいいのか、はい、どうか。まあ、こういう雑談でいいですか？うん。なんか、死について話します。はい、その前に自炊はされるんですか？僕ですか？はい。僕は、一切しません。なんかね、なんか食べたみたいな報告をたまにくださるじゃないですか。なんとか全部、外。あ、潔くていいですね。家で、あ、でも、みすみさん料理結構されますもんね。私は料理は、まあ、する。うん。以上。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、詩の話をしますか。はい、詩の話をしましょう。ここにでもあるケーキ、僕も読んだんですけど、はい、やっぱりうまいなと、言い方あれですね、まあ、うまいなと、さすが天才詩人。ちょっとわかる。なんかところどころ結構、はい、ハッとする表現が散りばめられていて、うん、なんかね、短歌にも発見の歌っていうの種類があるんですけど。発見の歌。はい。はい。そういう感じの詩もあるなって、詩の中にそういうものが散りばめられているなと思いました。
ありがとうございます。こんな感じで大丈夫？ゆっくりですね。大丈夫。いいと思います。結構このなんか、はい、はい。あ。大丈夫です。大丈夫ですか？この中の詩編って去年の2月、はい、3月、4月ぐらいに書いて、もう1年冬、はい、何ヶ月か前に書いたので、もう結構忘れていることが多くて、あのなんでここにこういう展開になったんだっけっていうことを、うん、多分木下さん分かってくださると思うんですけど、あの悪い意味じゃなくて、もう自分で忘れているみたいな、うん、距離が離れてるっていう、離れた、うん、は離れてるっていうことです、ね、あ、うん、離れてじゃない、離れてて、それが良かったですね。その時間を相手から出したっていうのがちょっと良かったなと。普段って詩を書いて、そんなすぐ出るもの、うん、2016年に76社から出した良い光の場合は、2月に1ヶ月で書いて、あれ、良い光って何月だったんですか？良い光は、良い光って何月刊行ですか？16年、多分16年、秋かな。期間的にはじゃあ今回は一番長いって感じですか？そうですね、その書いて1年以上経ってから本になって読むっていうのが長かったです。うん、8月。あ、じゃあ半年後に良い光は出たんですね、書いてから。8月って言ったの、2016年8月、はい、書いて半年後に良い光が出る。はい。なるほど。短歌だと多分そのぐらいは普通というか、ん、その結構時間空きます。あ、書いてから。だって短歌って収録する、本に収録する数が圧倒的に多い。そうですね。200、300。グラフありますからね。ここに出回るケーキは33編か。そうです、33編です。うん、三島さん一編書くの早いですもんね。どこに出回るケーキの場合は平均1日3編の速度でいきました。平均1日3編、はい。11日で終わったってことですか？約。ここに収録されてないのも何編かあるので。ああ、そうか。そうですね。2週間近くかな。うん、で、それ出して、今、最近出たから結構、自分、その時の自分とは離れているっていう。感じです。書いた直後って結構自分で冷静に読めないことありませんか？はい、そうですね、なんか思い入れがあったりするから。思い入れがあったり、あと自分の中ではちゃんと意味がすごい通ってたりとか、うん、情景が分かりやすい、浮かびやすい、書いた直後は。だけど時間が空いたので人の詩集を読むみたいな気持ちで読めてよかったです。うん、確かに再現度が薄れそうですね、その作った時とは。うん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 、読者として読めるもの、はい、どうですか、この詩集を作ってみた感想。8、今8じゃないですか。はい、8出して
どんな気持ちで毎回刺繍を出してるのかなとか。毎回刺繍出すときは絶対に前の刺繍を超えるっていう自分の満足度として超えるのが目標で、はい、とてもいいんじゃないですかね。満足度を超えました。7より超えましたね。なんでこう終わってみせる。なんかちょうどいい角度がどこだろうと思った。あ、このぐらいで。みすみさんはでもじゃあこれまでに、はい、7回自分を超えてるってことですか。てるつもりで出して8回自分を超えたってことです。まあ、だから常に苦しいですよね。そうですよね。僕まだその個人の歌詞を 2個しか出してないんで、はい、3の超え方は分かんないです。でもきっと天才歌人なのですぐ超えるんですね。いや、なんかもうその3冊目に出したのが岡野さんとの本で、うんうん、4冊目に出したのが岡野さんと谷川さんのとの本なんですけど、この他人の偉大な他人の力を借りてるから、うん、次の第3歌手ってまた1人になるじゃないですか。はい、その時もう第2歌手を超えられる気が全くしない。でもその岡野大二さんと作った今日、あれ違う、玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだと、谷川太郎さんと岡野大二さんと3人で作った今日は誰に愛されたかったを経たら、共作ってをしたから木下さんご自身もだいぶ変わるんじゃないんですか。変わらない。あ、影響を受けて影響、まあ、刺激とか、うん、まあ、その一瞬は多分刺激を受けてるんだと思うんですけど、もうまた僕は元に戻ったんだと思います。その一瞬一瞬は本当に刺激を受けて、うん、なんか自分が普段作らないようなものを作れたんですけど、はい、今はもうただの木下くんに戻ってしまいました。アイドル引退みたいな言い方やめてください。ただの、いやいや、でもそれはすごい、うん、8回8冊も出す、まず、で詩人の方ってこのぐらい出すもんなんですかね。いや、でも多いと思います。おゆすみさんとこう同年代の詩人の方って誰がいらっしゃいますか。同年代、まあ同時期に出てきた人、ああ、はい、だで言うと、岸田正行さんとか、水無田気流さんとか、はい、今ちょっと藤原明子さんとか杉本舞子さんとかですね。皆さん8ぐらい出してる。いや、3とか4。あ、まああれか、ゆきみさんあれですもんね、大体の賞を取ってる天才ですね。いや、引き寄せの法則の話ですね。引き寄せの法則？引き寄せの法則で生きてるだけなので。
あ、引き寄せの法則ってあるんですか、本当に。あれ。あると思いますよ。ないですか。しょっちゅうありません。なんかあれ難しくないですか、なんか。あ、でもなんかこれ話すると宗教の話みたいになる。ちょっとスピリチュアル系ですよね。嫌なものを考えてたら、それが来る場合もあるんでしょう。あ、そう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 。それが嫌なんですよ。僕、幽霊のこと考えてて、絶対幽霊来るだろうなと思う。幽霊はいないって、多分、思ってるから会えない。え、いないと思ってるんですか？まだ見てないんで、いないと思う。あ、そうかそうか。私は、見たら、ちょっと見た。いると思います。あ、ちょっと見たんですよね。うん、このぐらいの距離で。で、おすごい、いいな、お金の話になってきましたね。ということで、はい。朗読会のお知らせを、はい。いただいてもよろしいですか、朗読会のお知らせ。読書会？読書会か。読書会のお知らせ。先日8月の30日にどこにでもあるケーキ、というかまあ、どこにでもあるケーキだけじゃなくてよくて、違う刺繍でもよくて、はい、ただ2時間真剣に詩を読むっていう、で、たまに私が朗読するっていう会をやっていて、次が、9月の15日ですね、村井さん。9月の15日。そうですって言ってます。の夜に開催します。結構前も参加者が多くて、好評でしたよね、前回のも。そう、なんか30人ぐらいの方が参加してくださって。うんうん、でもこう、あ、ズームの前で、はい。うん、読書会って多分皆さんがイメージしている読書会と違うので、村井さんがご提案してくださった読書会が、結構、ズームに入って、戸惑った人が多かったみたいです。ああ、なんか音声聞こえないんですけどって言ってる方がいらっしゃいました。なんかまあそうですよね、戸惑いますよね。喋ってないっていうことですよね、音声自体 なかったってことです。な、私だけたまに生活音、ケーキ食べながらずっと読むみたい。うん、その読書会ってみすみさんだけが映ってんですか？あの映っていい方は映ります。あ、参加者も。はい、先日はうちの姉が映ってました。ああ、はい、読書会でやりましたよね。いや、僕はいいです。だからズームの前で皆さんそれぞれにこう好きに本、これを読むっていうことですよね。これや違う詩集でもいいので、詩をよただ読んでいるっていう時間。本来であれば一つの部屋でやる読書会を、まあ、それぞれの部屋でやるっていうことですよね。あと多分読書会ってこう感想を述べ合ったりとかするんですかね。あ、はい、そういうのもないので、そうですね、なし、自由に、はい、自由に自由に読んで、1時間ぐらいで終わると。2時間です。わかりました。9月の15日。9月15日です。ありがとうございます。ありがとう。それはなんかチケットとかあるんでしたっけ？いや、無料なので。無料で76社のノートから URL が取得できます。ダウンロード。そう、大体 URL が入ります。
じゃあ9月も募集してんですか。もうあ、まあ、これから入りますと言われる。もうスタートぐらいに分かってる。じゃあ近日中に76社さんのノートにその URL が出るらしいので、はい、そこから。ぜひ。ぜひということ。そうなんです。そろそろ。あと、みすみさん、最後になんかこう言い残すことありますか？言い残すこといっぱいありますね。そびれたことありますか？なんか。東京の皆さんはぜひ、高円寺で木下達也を見てください。違う？こういう。いや、そう、そうですよね。はい。はい、まあ、でもなんか僕は本当に短歌作ってるだけの部屋なんですよ、この子。いや、だって見えないじゃないですか、そういうの普段。普段、そうですね。何が面白いんだろうと思って。こうやって座って、こうやってガチャガチャってやってるだけです。それがでも見たいんですよね。すみさんバージョンもやりましょう、将来的には。私がずっと書いてるのを見る。そう、詩を書いてるのを見る。わかりました。あ、それはね、展示じゃなくても、Zoom でもできますもんね。ああ、うんうんうん。できますね。すみさん書いてるのをこう見せるのは抵抗ありますか？いや、公開は結構やったことがあって、うん、全然ないですね。ただ、漢字をよく間違えるので、手書きの場合、すごい恥ずかしいですね、間違ったとき。あ、手書きはそうですね。僕もよく字を間違えますね。今日のホワイトボードにその、お客さんがおっしゃることをこう、はい、まずメモするんですけど、依存っていう漢字がすぐには書けない。ひらがなで書いちゃう。人弁に衣に存在の損。あとふっさし。服に生きる。すげえ。なんでわかるんですか。東京です。関東に長年住んでましたよ。え？ね？ごめんなさい、なんか音声が途切れて聞こえなかった。結構関東に長く住んでたので、福生は知り合いが何人か住んでました。なんで拍手が。福生難しいですね。ありがとうございます。むずいです。まさかあれとは思わなかった。福生は、ね。あ、僕も宣伝していいですか？あ、もちろんで宣伝してください。うん、あと今何人人見てるのか。今25、6人ぐらい。あ、すごい。誰も見てないかもしれないです。え、見てない。うん。10月の20日にですね。新しい本。天才による凡人のための短歌教室というのを、出すことになってまして、今多分8割ぐらい、8、9割、8ぐらい書き終わってて、まあ、最後あともう一つあるんですけど、はい、それが出ます。それで、まあ、タイトルがちょっとあれなんですけど、天才と言ってるんで自分のことを。でも読むと優しい本になってるんで、中身は。ぜひ10月の20日はい、Amazon で予約できるんで、じゃあちょっとすぐ予約します。いや、ありがとうございます。全員予約しましょう、見てる方は。ありがとうございます。ということで、あなたのための短歌展2日目の対談
のゲストは瀬水木さんでした。ありがとうございます。明日もやるんですか？これはなんか、ね、本当に何の準備もなしにやっているので、明日もやるって言ってます村井さんが。明日どなたかはまだないでしょ。明日は誰ですか？あの他の、あ、まあ、ちょっと秘密で、多分秘密って言ってちょっと一瞬聞こえた気がしますけど。わかりました。泉さん、またあの、はい、面白い会談あったらあの教えてください。うん、メールします。では良い夏を、はい、もう少しご健康にお過ごしください。ありがとうございます。この髪、ありがとうございました。え、この髪ちょっと、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。